わこれ聞きたいな、子供の頃に好きだったお菓子とかあります？これ急遽出してたね今。急遽出してた。急遽今作ってたよこれ。俺はねるねるねるね好きで。やっぱり有名だよね。俺もねるねるねるね大好き。好きっすよ、ね。大好き。ねるねるねるねはもう全員が通る場所ですから。確かに。どうやって作るか知ってる？もうこれでしょ。え、水の入れ方とか知ってる？知らないですか。水の入れ方とかあんの？知らないでしょ。知らないですか。容器が。そうです。知らないでしょ。あって1000まで入れなきゃいけないんですよ。知らない？知らない。知らないね。ちょっと俺の親が悲しむかもしれないよ、これ見たら。親がお菓子買ってくれなかった親みたいになるからさ。でもサーターアンダギーはあったんですよね。サーターアンダギーはおばあちゃんが作ってくれた。おばあちゃんが作ってくれたサーターアンダギーが俺は一番好きだった。お菓子というか。それ聞いてあげて、ユーマほら、今。あ、そうそうそう。ねるねるねるねの沖縄限定があるってこの間調べましたもんね。うん、なんかスポンサーかなんかすかね、ねるねるね。何味なの？何味？パイナップルみたいなね。へぇー。パインか。ちょっとパッケージ見してもらっていいですか？パイン味？相当有名よ。いや、多分見たことはあるんだけど、ね、食ったことマジでないと思うんだよな、これ。ないんや。100円以上するでしょ。ですよね。当時は絶対しないです。絶対しないでしょ。絶対しない。100円超えてたら買えないもん。小学校の頃とかって、やっぱその2、30円のお菓子を。だから、いや、ねるねるねる、俺ら80円ぐらいじゃなかったですから、ね、100しなかったけど。そんな高かった ?80 円したっけ。ねるねるねるね、もういいでしょ。なんでこんなねるねるねるね、広げんの。最近行った観光地はどこですか。俺、どこだっけ、あれ、軽井沢行った。軽井沢で何したの。何したっけな。まあのんびりした、うん、観光もしてない、のんびりしたかな。いやもう観光地、うん、熱海行ってんの。熱海か、うん、熱海行ってちょっと旅館泊まって、うん、美味しいご飯食べてゆっくりしたって感じかな。ゆうまは。俺も熱海っす。一緒やったな、はい、一緒やったな。一緒やった。大分行ったって言ってなかった。ああ、それ去年の方ですね。もうちょい前か、はい、結構俺も行くんで、いろんなとこ遠すぎると、国内だと特になんかこう行って帰るとだけで疲れません、うん、なんで熱海とかそれ軽井沢とかちょうどよくないですか、距離的にもっていう感じですかね。最後に沖縄にねる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 ないじゃん。あります。あるのか。あるってあります。はい、あります。もう大丈夫です。これお腹いっぱいですよね。お腹いっぱい、もうしつこい。すいません。はい、すいません、本当にすいません。あとで謝ります。もういいってそれ。